そのおかげで私は久しぶりに来れたんだけどな。そういえばそうですね。それにちょうど今回でパート20だもんね。あ、そんな霧のいいパートなのにサブイで会なのね。それな。というわけで人間の里の井戸の中へ行こうか。へえ、井戸の中って入れたのか。ゴーマ館開放で入れるようになるそうですよ。そうなの？じゃあなんで今行くの？あ、先に軽い界隈でです。あ、はい。誰かの声が聞こえました。でも奥からはまだまだしい気配を感じます。里の井戸なのに。で、なんでこのタイミングで来たんだ？あ、ここの敵って結構強いらしいんだよね。玉探しのルートを1つから2つクリア後に来るようにという情報を鵜呑みした結果今来た感じです。あ、そうなんですか。あ、ここでは何かねるよ。雑魚紋章開口な。どんどんパフパフ。君らのそのテンションの高低差は何なのかね。というか誰が待ってるのよ。全国のシンプルファンとか。あ、そんな人たちがいるんですね。シンプルなのにコアなファンなのね。それな。じゃ、雑魚紋紹介を始めますか。あれ、なんかナチュラルに姿を変えてる人がいるんだけど。どうもナチュラルメイリンです。何そのナチュラルローソン感。デヘペロ。じゃ最初の雑魚紋です。腐った死体ですね。え、井戸の中に。あれ、なんか気づいちゃいけないことに気づきそうじゃね。じゃ、なかったことにしよう。あ、意味ないっす。というかなんか走り回ってたけど。あ、後で戦いますよ。で、次の雑魚紋がこちらです。チューブラ。よし、見なかったことにしよう。あ、意味ないっす。それで、次の雑魚紋は？こちらがさっき走り回ってた敵シンボルですね。即死攻撃をしてくるけどたまにドーピングスピードを落とすんだよ。へぇ、集めるなら倒しまくればいいのね。で、続いての雑魚紋がこちらです。包帯男か。やっぱこの井戸おかしくない？今すぐにでもお化け屋敷にできるね。客を選びそうなお化け屋敷だな。あ、お化けが襲ってくるからですか。いやで、入り口が縄ばしごだから。あ、そういうことね。さて、続いての雑魚紋です。鎧アーマー。あれ、アーマーも鎧って意味じゃね。つまり鎧鎧ってことね。なんですかそのフラフラしてそうな名前は。いや、ヨロヨロしてるってことではねえけど。で、いつの間にか行き止まりね。おや、あの後ろ姿は小笠さんでは。このお化け屋敷から傘お化けもいるんやね。え、井戸の一部なの？いや、そんなわけない。じゃあよねー。あ、このメンバー猫耳生えないですよね。え、何その確認。じゃあ呼ぼう、猫耳様を。あ、そんなお手軽な感じなの？あ、猫耳様が通られましたよ。じゃあレベ上げしてもらおうか。あ、ボス戦あるのか？エサクタ。今のレベルだと苦戦しそうだからね。そんな強敵なのね。あっ、じゃあやらせていただきます。すみませんがお願いしますね。じゃあちょっとレベ上げカット。なんか急成長してるメイドがいるな。テッドリーダンスに頼ってたらこうなってました。霊夢さんもなかなかの成長っぷりですね。敵の種類的に生属性がつきそうだからね。あ、なるほどな。それなら霊夢が適任ね。じゃあ今回は霊夢、昨夜、サナエで行くか。その前に最後の雑魚紋です。あ、まだ残ってたのね。はい、顔面です。すごいな、説明がいらないくらい顔面だな。この井戸も打ちたくないわ。気持ちはわかりますね。トピスピ集めるならまた来ないとね。まあそれは泳いでいいだろう。ではそろそろ小笠さんに話しかけましょうか。ということは会話イベントかしら。多分そうだね。じゃ、成長するか。あ、了解です。あー、あら、こんなところで何をしているんですか？井戸に落ちて、体を痛めちゃって。そしたら井戸なのに化け物がいて、ここまで逃げてきて、脱出もできなくて。気持ち悪い化け物ばかりですごく怖かったよ。うわーん。はいはい、泣かない泣かない。静かに。はい。はい、というわけでここのボスの首なしセレブです。お、おう、あ、BBBC やるのか。日傘狙いでいいのかな。え、あ、うん、いいんじゃないかしら。怖い敵が続いて疲弊してますね。で、今回の戦法は？霊夢の対魔人レベル2をメインに戦うよ。レベル2だと速度低下がつくんですよね。へぇ、昨夜は何を？この敵は混乱する攻撃をしてくるんだけどカットで防げるんだよね。だから素早さが一番の昨夜さんに混乱を回復してもらおうかと。あ、ガチでパッと昨夜につけてんのね。で、サナエは？聖なる雫で霊夢の MP 回復かな。まあ、このレベルだったら多分楽に勝てますよ。こいつに楽に勝てたら次のルートも楽だろうな。これに勝てたら腕試ししに行く。それは、ランランコンビの相方に。お、霊夢さんが1575のダメージを与えましたね。やっぱり生属性が弱点だったな。それじゃ、あとは繰り返すだけだね。あ、じゃあ倍速しましょうか。では倒す直前まで倍速で。そういや最近コメントで聞いたんだけどさ。あ、Twitter の件。そうそう、最初聞いた時はびっくりしたんだぜ。え、何の話？ねえ、さすがに始めてたら概要とかでお知らせするよね。まああれだ、詳しくはウェブで。まあこれもウェブですけどね。あ、いなり寿司とすまし汁的なことですか？名前だけは美味しそうだよね。実際はちょいまずいんだがな。あ、私理解したわ。というわけでお気をつけくださいね。まあ、有名になれたってことか
しら？ポジティブですね。まあ大事ですけど。幽霊、有名になる。え、もしかしてダジャレ？幽霊、有名。なるほどな。お、ダジャレで敵が爆発しましたね。なんて言っちゃったんだろう。あ、5ターンで倒せたな。本当に余裕で勝てたね。前回のフクロウ戦が嘘みたいですね。レベルって、大事なのね。トリマ、日傘をゲットできたな。熱、霊、水に耐性だね。おー、なるほどな。あ、ではまた少し成長ですね。お、わかったぜ。さ、早く帰りましょうか。おんぶ、してあげましょうか。うん。お願い。こうして小笠さんと別れ、彼女は最後にお礼を手渡しました。お、桜の花びらをもらったな。ヨウムさんが固有特技を覚えるアイテムですね。へぇ、桜のとは大違いね。まあ、あなたの写真なんですけどね。そうでした。じゃ、まあ使用してみるか。アイテムアイコンは桜感皆無ですね。きっと RPG 作るの限界なんだよ。おい、そんな根本的なとこつつくんじゃねえよ。消せてろ。あ、集中を覚えたわね。ということは今まで集中してなかったということですか？あ、特技のカスタマイズはカットン。あ、ついでにフランのところまでカット。あ、ガチで戦いに行くんですね。まあ、ダメでもともとですから。確かイージーはクリア済みよね。それじゃ、ノーマルだね。退屈だなぁ。ねえ、私と遊ぼうよ。やった、いっぱい遊ぼうね。あ、戦闘メンバーはそのままだぜ。ターンに制限はなさそうだからレイムにカゴをかけてもらおうか。常時防御状態にするやつですね。まあ、かけないよりマシだろうけど。あれ、なんかあるのか？こっちの HP を半減させてくる攻撃と即死攻撃は防げないからね。あ、バーストとキュッとしてドカーンですね。バーストは全体だけどドカーンは単体なのが救いだね。あ、また1ターン見たら倍速するぜ。まあ長丁場になりそうだからね。おや、1ターン目からバーストですか。あ、これ負けるんじゃないかしら。いや、諦めが早すぎるだろ。まあ、気持ちはわかるけどね。あ、じゃあ倍速しますね。といった雰囲気で3倍速でーす。随分パリピな雰囲気ですね。ボータカッキング的な。これ、毎回やった後後悔するわ。あ、言い忘れてたけど全員に闇耐性を上げる装飾品をつけてます。そういや、レイブはテインが闇属性か。あと、確か戦闘攻撃をしてきますね。あとは4回攻撃に1戦目で、おたけびでひるませてくるよ。なんというかラスボス感がすごいな。そうだな。というかが全ピンチなんですけど。うわぁ、全員真っ赤っか。レイムの HP が2桁なんですが、とりあえずサナエのリカバーでなんとか。今度は MP がカツカツですね。防御で回復するしかないだろ。3歳よりその方がダメージも減らせるわね。3歳の方が回復しますけどね。そこは状況で使い分けるしかないね。おっと、雰囲気が変わったぜ。え、パリピンですか？あ、その件は忘れてください。かけてる曲と相まってなんかすごいわね。妹様がこうなってからが本番ですよね。こうなったら特殊ダメージのブラックボールが来るんだっけ？確かね。もうこれ絶対次のストーリーボスより強いよな。うん、時期尚早でしたかね。いやー、意外と粘れてるから勝てるかもよ。まあ意外と立て直せてるからね。まあ何があるかはわからんがな。おっと、サナエさんがキュッとされましたか。さっきもサナエだったよね。こういう時ってなぜか同じキャラが狙われるわよね。まあ、この中で一番防御低いからな。あ、倍速解除しますね。ということは倒せたのかな。なんつうかめたい判断基準だな。消してろ。案外昨夜の時間操作が役に立ってるわね。速度を最低にしますからね。え、あれ、勝ちました。またスーッと勝利したな。特撮演出がないとものすごい地味なんだよね。まあフランが爆発するところ見たくないし。あ、会話ですか。負けちゃった。悔しいな。楽しかったよ。これあげるね。フランキンセンスがノーマルのご褒美か。アロマオイルだっけ多分ね。妹様、意外とオシャレさんですね。マーボーシリーズではオシャレ泥棒だからな。あ、効果見ましょうか。特殊プラス40。へい、涙目耐性にリジェネ効果だね。特殊を生かすならマリサさんですかね。涙目って暗闇だろ。ってことは前衛でもいいんだけどな。あ、じゃあ今回はこれで終わりましょうか。次回は次の玉を目指そうか。ご視聴ありがとうございました。次回までバイバイ。またね。じゃあな。では、また次回に。にゃーん。ふ、間に合った。あ、じゃあまたね。ああ、勝ちたかったな。ま、いっか。じゃあちょこっと質問返答。じゃあスタート。フリーホラーとシュールなゲームどっちが苦手ですか？リアクション取りづらいシュールな方が苦手です。好きな麺類は何ですか？前の似た質問より広いね。ペペロンチーノとか好きですね。最近実況にウプ虫出てきませんがどうしたんですか？まさかメルランみたいなことになってないですよね。マリパの適当説明で視聴者さんお腹いっぱいじゃないかしら。というわけで出るべきかどうか悩み中だってさ。チョココロネはチョコがあるとこから食べますか？それとも細い方から食べますか？チョコがあるところから食べます。ドラクエは好きですか？好きなら好きなモンスターを教えてください。ドラクエ好きですよ。パッと思いつくのはビッグモモンジャですね。私はルネー将軍が好きだな。ウプ主が共闘ゲームやっています。これは前にマリパに来た質問だね。ということは操作はウプ主自身ですか？ってことかな。はい、というか前頭が一品の操作は私ですよ。パッド長とカリスマ幼女、どっちが好きですか？ゲーム的にパッド長の方が好きです。
はい、ウプ主がベネー的なオブジェチックになったところで今回はこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。じゃ、次回までバイバイ。またお会いしましょう。